ユーマのウルトラマンアークナビ。ネズドロンに苦戦する僕とアークが手にした新たなアイテム、それがソリスアーマーキューブ。燃える太陽のようなソリスアーマーは防御力と攻撃力が格段にアップする鎧なんだ。ネズドロンの硬い頭も一撃で粉砕したんだ。その分めちゃくちゃ重くてスピードは出せそうにないんだけどね。そして次回のウルトラマンアークは、子供たちの憧れ恐竜博士が星本市へやってきた。え、博士は以前所長の先生だったの？巨大な化石と湖の謎を追って、今科学の心がスパークする。次回ウルトラマンアーク、峠の海、走れユーマ。次の相手は巨型水獣リビジラか。その名の通りクジラみたいな怪獣だけど、一体どんな能力を持ってるんだろう。次回も応援よろしくね。想像力を解き放て。